おはようございます。チコです。ダイエットの方気合い入れてきますということで、今日は朝から、朝早くに起きてスーパー7時からやってるとこがあるんですよね。ちょっとメキシコ系のマーケットなんですけれども、そこでマッシュルーム、これ1パック400円ぐらいなんですけれども、なぜか2つ買うと300円で買えるという、1パックより安くなってるんですよね。なんで2つ買ってきました。それとこちらのヨーグルト、こちらファットフリーのヨーグルトで、この1つで4つ分食べれるってことになってますね。それで1回分の量が110カロリーになってます。ファットフリーです。そしてこちらの方は、日本で30年ぐらい前に流行った昆布茶っていう、腸内の環境を整えるっていうもので、最近 BBC のイギリスの方のニュースで、実はプロバイオティックは効果がないっていうことが発見されました。だけど効果があるっていうようなことを言ってる人もいるんで、とりあえず飲み続けるということで、最近飲んでなかったんですけれども、こちらの方英語で昆布茶と書かれています。でこちらの味の方なんですけれども、ドラゴンフルーツとレモングラスが入ってます。他にはグレープフルーツに、ちょっと濃いめの赤いチェリー味とか、あとなんだっけな、パイナップル味だ、いろんなのが置いてありました。それと原子さんに負けないようにキャベツ買ってきましたよ、一玉で。どうしてもお腹が空いて困った時には、ダイエットの味方、食物繊維がたくさん入ってるさつまいも。アメリカのスーパーに行くと、なんか違うアメリカのヤムっていうポテトが売られてるんですけれども、このメキシコ系のマーケットには日本風のこのさつまいもが売ってたんで1個買っちゃいました。これは本当にお腹が空いた時のためです。そしてもう一つ、ブロッコリー、ライズアップ式でブロッコリーとチキンを食べるのもありかなということで、他の食材でスープとか焼いたり、いろいろなものを作って試していきたいと思います。じゃあねー。